えもん移民とか難民とか技能実習とか留学生とか外国にどんどんもっともっとばらまいて外国人ばっかり優遇したいのに予算が足らないって言うんだよ増ぜメガネはいどうもカパ園長です なんそれっていう感じですけども。まあ、増税メガネださあね。うん。まあ、なんかね、この、やっぱりよっぽど勘に触ったのか、なんとか知らないですけど。<laughs> しかも本人じゃなくて、この、どういうわけか、稲田智美さんにね、この増税メガネの言い訳をね、番組でさせるっていう、なんかよくわかんないことやってるんですよ、この人ら。<laughs> ほんとうっせえわ。<laughs> 他にやることないのか。いやー、こえ そんな言い訳こいてる暇があったらさ、なんかこの言っていた、ね、この外国人、ね、ことごとくのこの外国優遇、外国人ばっかり優遇、外国税ばっかり優遇をね、改めるとかって単価切ったんでしょうん。もうなんかそう、何をどう改めていくのか、リストアップぐらい終わってなきゃおかしいんだけど、ってか言い出した、言い出した時点でもう計画、ね、ほぼほぼ出来上がってないとダメだよね。もうなんかもう行動実行に移すところじゃないの本当だったらさ。うん。 なんで増税メガネのイメージ払拭のためにテレビに出てって。意味がわかんねえんだけど。<laughs> いやる気なんかあるわけがないよね、こんなの見せられてさ。はぁだよ、ほんと。だったらまだこの LGBT 法案のこの、ね、うん、始末でもつけてくれた方がまだよかったよ。やんねえと思うけど。うん。えっ、ー、と、なんかこの自民党のね、この稲田幹事、幹、え、事、ー、長代理だっけ今の肩書きはね。えっ、ー、と、この日曜報道ですよね。 岸田総理が増税メガネのイメージ払拭のためにこの税収増の還元策を、ね、打ち出したとの見方を、えー、否定したと、えーでえーまあ、主にネット上なんかでこの岸田総理を揶揄する増税メガネとの言葉が SNS でこのトレンド入りするなどして岸田総理はこのイメージ払拭を図るため、えー、減税や給付など還元策を打ち出したんじゃないかっていう見方に対していや、そうじゃないっていうねしてるんですよ。 いらねえな、そんな言い訳 <laughs>、ね。いらなくないですか、ね、そうじゃねえって言うんだったら、うん、それこそこの構造と結果で、ね、そのなんかこの給付とか、もう給付還元は僕はあのダメですかね。給付、要はこの補助金の類まだばらまくんでしょ、うん、どうせあの我々国民にじゃなくて、ね、この支持、支援するこの団体とかなんかそっちにこの流すだけで。 ね、結局、てめえたちが潤うばっかりで,で、しかもなんかやることやったふりをするっていう、もう補助金とか、なんかこの給付金は僕はもうこ、もう反対ですかね。うん。まあいいんですけども、まあなんか、坪井民党のイメージ戦略にね、うん、あの、まあテレビで稲田、あ稲田幹事長代理が、えー、テレビでね、あの、な <laughs> めてんな フジ、えー、テレビ日曜報道ザプライムのに出演した井上田さんが増税メガネと還元策を結びつける見方についてそんな小さなことで小さなことなんだってさあ増税メガネの方か、えー、一国の総理が判断しないと反論で井上田さんは自分の増税メガネではなく、えー、本当にデフレから 脱却すべき重要な時期で物価高で生活が苦しいという人には対策をやろうという気持ちだと思うみたいな <laughs> これフォローになってないじゃんな <laughs>、うん、結局ねこの税収増のこの還元策ねイコール減税っていうのは絶対にやらないわけじゃんこの人たちはうん だからいつまでたってもこの不名誉なこのね、えー、非難が、批判があ殺到して、ね、そう,なんかこう不名誉な称号の払拭にはならないわけでしょ。で、これ、一応話聞き,聞きましたけども、ちょっとこの抜粋したねピックアップした映像部分だけですけども、えー、見ましたけど、やっぱりね考えてるのはなんかこの補助金のばらまきになりそうな気がするんですよ。 だそうするとね、結局この支援団体とかね、自分たちのことを支持している、ね、このオケにだけにこの金をまく、ね、それでこのなんか内輪でぐる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 回すだけっていう目的に見えるんですよね。だから僕、最初、のこの補助金とか給付金とかっていうのはもうね、ねなんか反対なんですよね。うん、で、この財源はどうせサイレント増税なんだろううん。なんかこのね、ばらまいて、また金足りねえとか言って、増税するとかさ。 うん、なもうこれでもね、なんか自民党を支持する人たちって、一体この自民党のどこの、何が、ね、何が我々日本国民、日本社会にとってプラスになるから支持してるんですかね、もうなんかそういうの、どうでもいいような、ね、もう他になんかあの支持できる政党がない、ね、応援したい人がいないっていうのは、僕はもうこれ、理由に使ったらダメだと思うんですけどね。 そうするとやっぱりほら、ね、この事実、ね、この応援できないっていう人がものすごいいっぱい増えちゃうじゃないですか、そういう選挙区ばっかりになっちゃうんで。ってなるともうね、ね選挙でもって議会制民主主義っていうのはもう破綻してますよね。っていうか、もうはた、はなからこの選挙自体がもうただの出来レースだと思うんで、投票云々ってもうなんか関係ないところで決めてる気がするんですよね。 うんまあ、これはちょっと根拠がないんで、まあ、いいですけど。でまあ、だからっていうわけじゃないですけれども、まあ、日本保守党さんをね、まあ、なんかこの期待したくはなりますよね、うん。なんかね、地上波でいよいよ、ね、もう無視し続けることができなくて、なんか地上波で取り上げられたっていう話があったんですよね。うん、ねうんついに地上波でも,、ね、このもう我慢できずに、<laughs> うんまあ、これを機にどんどん広がっていってほしいですけどね。 でどうやらなんかこの関西地区での話らしい,んで、うん、なんていうので大,大手というか在京メディアか、こ、ね、こはもうあのがっつり反日、売国言論統制聞いちゃってるんで取り上げてないと思いますけども、ね、関東だともう意地でもこの地上波、テレビでは取り上げないと思うんですけども、まあそういう意味ではこの関西にはまだ、うん、あの報道機関としての、ねえー、機能が一部効いているところも,もうどうやらあるらしくて。 まあ地上波がね、ガンむしし続けることがいよいよできなくなってきたんで、ね、こっからがまあスタート勝負ですよね。うん。党員がもう4万人超えてるんでしたっけね、うん。増税メガネがえらく勘に触ったらしくて気に食わねえんだと。<laughs> なんかこう、後になって、この還元だの、なんだの、そんなことをね、このこねくり回するぐらいだったら、もう最初から増税なんかしない方が事務の無駄がなくていいって誰かも言ってましたよね。うん。だったら最初からって言ってましたよね。うん。まあでも結局、ね、選挙前のリップサービスでしょ。ね、選挙が終われば信任を得たとか言って増税するんじゃないの、どうせ。あ、一応、確かあれですよね。まあ、マスゴミの印象操作っていう感じじゃないと思いますけど。 岸田総理の増税っていうのは、今のところ行われてないんでしたっけね。うん、まあ、それはともかく、もうなんか、そろそろもう騙されないように、ね、まあ多分ご覧になったらあなたとか僕とかは違うと思うんでね、えー、だって前回の参院選もそうだったじゃないですか、もう騙されたらダメですよね。うん、っていうか、稲田さんは、超緊縮派じゃなかったでしたっけね。うん ね、だって財政出動の話なんでしょうん。稲田さんじゃあなんか違くねって思いますけどもね。うん。大体そもそもがメガネうんぬんなんていうのはもう茶化してや揄してる、ね、話なんだからさ、そんなそんなとこでもう、<laughs> ね、あれこれ言ったってしゃあないじゃんな。うん。まずはもう実行に移してやることやりましょうよ。ね。うん。やんねえんだろうな、どうせな。ということで今回は以上です。